皆さん、こんにちは。今日は、久々の和国伝シリーズです。皆さん、こんにちは。いえいえい、和国伝シリーズ。岸和人伝と随所和国伝は動画にしたし、今回は何の和国伝をやるの？唐の時代をまとめた史書、古唐書を紹介したいと思うのよ。古唐書？うん。なんで唐書に旧がついてるのかしら。そこに気づくとはさすがだな。それは新唐書も存在するからなのよ。新バージョンと旧バージョンがあるってこと？そうなんだよ。古唐書とは、唐が成立した618年から907年に滅亡するまでの出来事を記述したもので、もともとはこれを唐書と呼んでいたのよ。ふむふむ。唐滅亡の34年後から、当時の資料をもとに編纂されているため、歴史的資料価値は高いと言われている。それは素晴らしい。だが、編纂時期が唐滅亡後の混乱期だったこともあり、前半期の記述は詳細なのに、後半期の内容が薄かったり、全体のバランスが悪かったんだ。なるほど。そういうわけで、その120年後に改めて編纂し直したものが新唐書となる。そういうことだったのか。それで、今回は最初に編纂された古唐書の和国伝を読んでいくのね。うん。でも、古唐書には和国伝と日本国伝が存在する。はぁ？和国伝と日本国伝、どういうことなの？まあ、今回も、中国側の記述が正しいとか正しくないとかは抜きにして、そこに書いてあることを、そのまま読んでいきたいと思います。はいはい、じゃあ始めましょう。では、古唐書の和国伝から始めよう。和国は、古の和の名の国である。ええ？大昔の和の名の国が和国のルーツだと？ここにはそう書いてある。しかも、正しい読み方は不明なので、和名国とか、和土国、和の名国とか、違う読み方かもしれません。これ、もしかしたら漢の和の名の国王の国のこと？そこが和国のルーツだって言ってるので、相槌もしにくいわ。冒頭から衝撃的。唐の都の長安からは、14000里、白木の東南の大海の中にある、山沖島に居住している。なんとなく、岸和人伝の描写と似てるわね。岸和人伝とか、過去の史書を踏襲してると思うのよ。回顧録的な話も混ざってるってことなのね。多分ね。その島の大きさは、東西が5ヶ月の行程、南北は3ヶ月の行程である。居住してる島の大きさね。代々、中国へ使節を通わせている。昔からずっと交流があるって随所和国伝にも書いてあったわ。そうね。その国の集落には城郭がなく、木で柵を作り、草で屋根を吹いている。草吹きの屋根なんだ。その国の周辺には小島が50余りあり、すべて和国に属している。周辺に小島が50もあるのか。和国王の姓は天氏で、一大卒を置いて諸国を取り締まらせている。和国王は天氏。これも読み方が定かではなく、天氏ではなく雨氏かもしれない。随所和国伝にも、和王の名前を、姓は天、名前は足彦だって書いてあったわ。そうだったわね。諸国は皆、一大卒を恐れて服従している。一大卒って官職名は、岸和人伝にも出てきたよね。うん。12等級の官職がある。12等級って、官位12階みたい。訴訟する者は、地面に手をつけて腹ばいになって進み出る。これって土下座のこと？土下座の歴史が古すぎてびっくり。だな。和国には女が多く、男が少ない。男が少ないのは、労働力として借り出されたり、戦争で兵役に取られたりしたのかな。かもな。かなり文字が普及している。ごく限られた一部の人たち以外にも文字が普及したってことなのね。そうね。習俗として仏教を信仰している。仏教もすっかり定着したんだ。人々は裸足で歩き、人幅の布で体の前後を覆っている。人々はまだ裸足なのか。身分の高い人は錦の被り物を被り、一般庶民は随慶という髷を結い、冠や帯はつけない。随慶？これは、髪を後ろでまとめ、その先端を小槌のような形に束ねたヘアスタイルらしい？ちょんまげの原型かな。婦人は無地のスカートを履き、丈の長い襦袢を着て、髪を後ろに束ね、長さ8寸の銀製の花飾りを左右に数本ずつ刺す。それによって身分の等級がわかる。銀製の花飾りって素敵。でも、かんざしの数で身分の違いがわかったのか。衣服の作りはかなり白木に似ている。へえ、白木の服と似てるのか。これは衣服の作りと書いてあるので、もしかしたら服装の身分制度のことかもしれない。なるほど。貞観5年631年、和王は使者を使わしその土地の産物を献上した。631年といえば、除名天皇の時代。
聖徳太子と蘇我馬子、末子天皇が立て続けに崩御した頃ね。トロイカ体制の崩壊直後だったんだ。うん。唐の皇帝である大宗は、和国があまりにも遠方なので同情し、担当役人に命じて、毎年朝貢をしなくて良いように取り計らわせた。お心遣い、痛み入ります。でも、日本って毎年朝貢してたかしら？聖徳太子の頃から、大唐外交路線だったでしょ？あちらさんは大唐とは思ってないだろ。そうか。また、信州の志士である公表人に使者の印を持たせ、和王をいたわり、って名付けようとした。ちなみに信州とは、現在の広東省新疆で、使とは長官のこと。信州の地方長官が、皇帝からの国書を持っては王に会いにやってきたのね。ところが、公表人には外交手腕がなく、外交手腕？和国の王子と、儀礼の行き違いからいさかいを起こし、なんだよいさかいって、喧嘩したのか？国書を読み上げることもなく、帰国してしまった。大人げないな。そう、こういった秘書に、わざわざ自国の役人の外交手腕がない、と悪く書いているのは、明らかに公表人に非があり、とても隠せないと思ったのかも。意外だわ。不利なことは全部隠蔽するのかと思ってた。だよな。余談だけど、日本書紀では公表人を歓待して、3ヶ月半滞在したと記述があるのよ。へえ、いくら相手の失態が原因とはいえ、党の役人と喧嘩したとは書き残したくなかったのか。まあ、どちらが正しいか不明だけどね。貞観22年648年になって、和国王は新羅に上奏文をことづけて、大宗皇帝のご機嫌を伺う挨拶をしてきた。唐の皇帝に送る上奏文を、なんで新羅に預けたのかしら。遠いから毎年来なくていいぞ、って言われたからじゃない？ふーん、じゃあ、ちょっと新羅さん、ついでにうちの手紙も持ってってくれる？ってノリ？まあ、どんな戦いだったかはわからない。で、和国伝の記述はここまで。ええー？中途半端な終わり方なのね。しかも今後一切、中国の史書に和国という名は登場しない。ええー、マジで。では、次に日本国伝を読んでいこうか。待ってましたー、初登場の日本国伝。日本国は和国の別種である。ええー、なんて？和国と日本国は違うっていうの？これを読む限りはそうらしい。その国は日の昇る方にあるので、日本という名前を国号としている。あるいは、和国という名が優雅でないことを嫌って、日本に改めたとも言う。また、日本は古くは小国であったが、その後、和国の地を併合したとも言っている。引きずるところ説、優雅でない説、そして和国併合説の3つの説があるのね。そういうこと。これは、畿内の大和朝廷の発言よね。まあ、とりあえず続きを読もう。あ、はいはい。日本国の人が唐の朝廷に参上したときは、その多くの者が、自分たちの国が広大だと自慢するが、真実をもって答えようとしない。マウントか？だから、中国側としては、彼らの言うことに疑念を持っている。今までの和国伝では、疑念を持ってるとか言われたことなかったのでは？確かにそうだな。日本国に改名して、外交スタイルを変えたのかな？かもね。彼らが言うには、我が国の国境は東西南北がそれぞれ数千里で、西と南の境はいずれも大海に達し、東や北の境にはそれぞれ大きな山があって、境界となっている。山の向こうには、盲人の住む国がある。盲人って何よ？日本国に従わない民族のことだな。えみしのことか。かつて、東の国に住む人々を盲人と呼び、その後、えみしと呼ばれるようになったらしい。なるほどねー。続きを読むよ。側天武功の長安3年、703年、その国の大臣である、粟田の阿孫真人が来朝して、国の産物を献上した。おーおー、粟田の真人。粟田の真人の有能っぷりは、動画にしてますので、よろしければ見てくださいねー。概要欄にリンクを貼っておきますねー。阿孫真人とは、中国の古武将書のようなものである。古武将書とは、財務省と国税庁を兼ねたような組織の長官のこと。権力ありそうだな。彼は、神徳冠をかぶり、その頂は花形で、4枚の花びらが四方に垂れている。紫の上着を着て、白い絹の帯を腰に締めている。出た、ファッションチェック。真人は、敬書や詩書を好んで読み、文章を綴ることもできて、物腰は穏やかで優雅だった。大絶賛ね。側天武功は、彼を林徳殿に招いて、宴を催し、自然教の官職を授け、とどめ置くことなく、本国へ帰還させた。側天武功は真人のことを気に入って、特別に宴に招待してトップ5の役職を与えたのよね。うん。元宗皇帝の改元の始め、713年から741年、日本はまた使者を使わし来朝した。奈良時代のことね。
その使者は、この機会に儒学者に教書を教えてもらいたいと願い出た。玄宗皇帝は、詩文儒教の長玄黙に命じて、黄露寺で教えさせた。詩文儒教とは、教育機関の副教官で、黄露寺とは外交を担当する役所のこと。なるほど。専門家の長玄黙先生に教えてもらえたんだ。日本の使者は、玄黙に広幅の布を送って入門の謝礼とした。お礼は大事よ。その布には、八鬼元年の調布と書き付けられてあったが。調布？税として納める布のことね。中国人は、日本で税として布を納める制度があるなんて偽りではないかと疑っている。日本国、信用ないな。ちなみに、八鬼という年号はなく、正しくは礼記だ。中国側の書き間違いか？多分ね。日本の使者は、唐でもらった贈り物を全部書籍を購入する費用に充て、海を渡って帰っていった。ええー、全部書籍に変えたのか、勉強熱心だな。唐の人たちも驚いたみたい。その時の副使であった安倍の中丸は中国の国風を慕って、そのまま留まって帰国しなかった。副使なのに、帰国しないでいいのか。安倍の中丸は、その名前を中国風に長江と改名して朝廷に仕え、左補欠、魏王の学友を歴任した。なんだよその役職。左補欠とは、皇帝の還元役。皇帝が間違った行いをした時に諌めたりする役目。魏王の学友とは、玄宗皇帝の子供である魏王の付き人のこと。めっちゃ中枢に入り込んでる。長江は、唐の都である京師に留まること50年。書物を愛し、自由に故郷へ帰らせようとしても、留まって去ろうとしなかった。唐の暮らしが、よっぽど気に入ったのね。玄宗皇帝の天保12年、753年、日本はまた使者を送って朝貢してきた。奈良の大仏様の開眼式典の翌年よ。余談だけど、この時の遣唐使は藤原の清川、大友の小麻呂、吉備の真吉備だ。この時の大友小麻呂の珍エピソードは動画にしてありますので、よろしければご覧ください。話を戻して、上元年間760から762年に、祝宗皇帝は長江を抜擢し、左三鬼常侍と沈南都護に任じた。安倍の中丸が左三。左三鬼常侍は天子の顧問、皇帝の側近中の側近。沈南都護はインドシナ半島北部の軍政長官の役職。中丸すごいな。当時の最先端国の中枢に上り詰めたのか。だな。徳宗皇帝の提言20年804年、日本は使者を使わし来朝してきた。学長の立花の早なり、学問僧の空海がとどまった。へえ、空海さんの名前も載ってるのか。元和元年806年、日本の国司、判官である高階の真人が、前回の学生たちは学業もどうやら身についたようなので、本国に帰ることを望んでいます。私と共に帰らせていただきたいと上奏した。皇帝はその願いを聞き入れた。空海さんが予定より早く帰った話は有名よね。文宗皇帝の改正4年839年、日本はまた使者を使わし朝貢してきた。ここで、不当所日本国伝は終わる。日本国伝も終わり方が中途半端だな。とまあ、以上が不当所の和国伝と日本国伝。日本国伝になると、粟田の真人とか安倍の中丸、空海さんの名前も出てきて、日本側の記録とも辻褄が合うようになってくるわね。そうね。でも、何それ、っていうぶっ飛んだ記述が少なくなるのは残念。ま、そうだな。それで、次回は新唐書をやるのよね？はい、次回は新唐書の日本国伝を読んでみたいと思います。面白いと思っていただけましたらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。